久々に、松屋の朝ごはん食べてまいりました。エコダの店で、エコダはこれ実は松屋の第1号店というか創業者の、お店やっておられた第1号店なんですよね。でソーセージがこれ一度食べてみていただいたら分かると思うんですけど、ここのソーセージが異様に美味しいのでございます。もうこのソーセージ食べるたびにこのソーセージエッグ定食を言うと言っても過言ではないぐらいと。あとこれご飯がミニができたのですき家しかなかったんですけど、松屋にご飯のミニができて30円引きです。だから370円なんですよね、これが嬉しい。これですき家に行かなくて、近くの松屋に行くことができそうです。また明日です。ありがとうございます。